皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。プロボクシングのスーパーバンタム級の4団体統一王者の井上直也、31、大橋、が米の経緯雑誌ザリング、が選ぶパウンドフォーパウンド、全階級を通じた最強ランキング、で1位に返り咲いた。2022年の6月以来、2度目の栄誉。リング氏によると8対2の投票だったというが、 一方で、米メディアの中からは、過去5年にレベルの高いボクサーと戦っていない、フェザー級への転向を恐れているなどの的外れな疑念の声も起きている。これも、モンスターが東京ドームで、悪道、ルイス・ネリ、29、メキシコを6回 TKO に葬った衝撃がいかに大きいかを示す証拠だろう。画像、スポーティな白黒コスチュームのラウンドガールが世界戦に花を添える。 待望の PFP1 位に返り咲いた。井上と同じく2階級4団体統一王者となっていたテレンス・クロフォード、米国がずっと1位に君臨していたが、東京ドームでのネリ戦の衝撃 TKO 勝利がリング氏のランキングに変動を与えた。大橋ジムを通じて井上は、ルイス・ネリとの防衛戦で約2年ぶりに権威あるリング氏の PFP1 に返り咲くことができました。 これもいつも応援してくださる皆さんのおかげです。東京ドームでの戦いを経て今後のキャリアを加速させていくのでまた応援よろしくお願いしますとコメント。大橋秀幸会長も東京ドームでの歴史に残る一戦を終えて、まだ興奮冷めやらぬ状況で P4P1 位になったのは、またまたびっくりですがこれも井上直也、新語トレーナーの努力、そして何より皆様の応援のおかげです。 ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いしますと伝えた。リング氏は井上を PFP1 位に選んだ理由を詳細に説明している。当初、アンソン・ウェインライト氏が、クロフォードが 1A で井上が 1B と僅差でクロフォードの支持を表明したが、元同士の編集長で、英国グラス号でのエマヌエル・ロドリゲス、プエルトリコ、戦埼玉スーパーアリーナでのノニトドネア、フィリピン、 との第一線の現地取材経験のあるトム・グレー氏が私は井上に投票する。バド・クロフォードと世界ランキング3位のオレクサンドル・ウシク・ウクライナはこの10年間でそれぞれ4勝0敗だが、井上は8勝0敗と戦績で上回っていると反論。ネリ戦は彼のトップ3に入るベストパフォーマンスの一つだ。ダウン後、 すぐに立ち直ったののはは正気の沙汰ではない SNS の世界では、井上はダウンしたんだから、そんなによくないというファンもいるだろう。だが、カシアス・スクレー、モハメド・アリ、モソニー・リストンを倒す8ヶ月前に182ポンドのヘンリー・クーパーによってダウンを奪われている。重要なのはダウン後にどう対応するか。井上は、これ以上なくうまく対応していると主張した。 このグレー氏の意見が他のパネリストの心変わりを引き起こしたという。クロフォードを支持するつもりだったマイケル・モンテロ氏も、試合数の違いに注目し、井上がスーパーバンタム級に転球してから倒してきた元 WBC&WBO 世界同級王者スティーブン・フルトン、米国元、元 WBA&IBF 世界同級王者マーロン・タパレス、フィリピン、 ネリの3人がリング氏が定める同級ランキングのトップ5に入っていたことを評価した。ディエゴ・モリージャ氏も、井上が新しいナンバーワンになるべきだと信じている。クロフォードは並外れたファイターだが、井上は彼をさらに特別な存在にするパワーと気概を持っている。彼がネリを倒したコンビネーションは、他のファイターならば放つことができなかっただろう。 彼は全く違うカテゴリーにいる。ここ数年の彼の記録がそれを物語っていると評価するなど8人が井上支持に回った。ただヘビー級の3団体統一王者のウシクが5月18日にサウジアラビアで WBC 世界同級王者のタイソン・フィーリー、イギリスと4団体統一戦を行い、スペンス戦以来、 リングに立っていなかったクロフォードもスーパーウェルター級に階級を上げて8月24日に WBA 世界同級王者イスラエル・マドリモフ、ウズベキスタンに挑むため、牛久は数週間後に1位の座を奪うチャンスがある。8月に試合をするクロフォードもそうだ。でも今のところ井上がキングだ、マイケル・モンテロ氏、という意見が多くを占めた。試合内容次第では、 井上の天下が再び短命に終わる可能性もある。結局、投票結果は、8対2で井上が2年ぶりに PFP1 位の栄誉を手にすることになった。だが、この PFP1 位に疑念を投げかける声もあった。米専門サイトボクシングニュース24は、井上がリング史の PFP で1位になった、しかし彼の記録は1位にふさわしいのか との見出しを取り、クロフォード、牛久、カネロ、スーパーミドル級の4団体統一王者サウル・アルバレスよりも、井上を PFP1 位に選んだリング氏の決断は、井上が過去過去5年間、レベルの高い相手と戦っていないため疑問視されていると伝えた。しかも井上は安泰なスーパーバンタム級に泊まり、彼を食い物にするサメと相まみえることになるフェザー級への研究を回避している。 井上は本当の挑戦を恐れているのか、井上は実際に誰を倒しているのかと難癖をつけた。同サイトは、2019年からの5年間に井上が戦ってきた10人のボクサーを羅列。その対戦相手に文句をつけたが、井上はここまでバンタム級、スーパーバンタム級の王者、最高トップと対戦しており、対戦を回避したような相手は一人もいない。 またジャーナリストであるガレス・ A ・デイビス氏がトーク番組で語った、井上は練り戦を早く終わらせるため大きなパンチを当てようと無謀に攻めてダウンを喫した、ネリが目の前の大木を破壊して切り倒した。驚くべきパフォーマンスだったという部分や、全米での知名度が低いことを指摘した部分をわざわざ切り取って、こう紹介した。 彼は疑いなくボクシング界最大のスターの一人でこの星で最高のボクシング選手であることは明らかだが世界のスポーツファンの多くは彼を知らないこれは重要な点で彼の27試合中24試合は日本で行われた彼はボクシング界ではシークレットな存在ではないがスポーツ界全体ではシークレットな存在だ 全ての人が F1 のルイス・ハミルトンやゴルフのタイガー・ウッズを知っているが彼を知らないのは残念だ。ただ彼は選手としては彼らのレベルにある。また米専門サイトボクシングニュース7分の24も、多くのボクシングファンは、クロフォードがまだ1位であるべきだと感じている。なぜなら、井上の近年の勝利は記録を水増ししてきたようなありふれたレベルのファイターたちと戦っているのに対して、 クロフォードは良い相手と戦ってきたからだと否定的な意見を掲載した。同サイトは伝えられるところによると、井上はスーパーバンタム級での試合のために140パウンド、63.50キロ、台まで水分を補給している。これはキャッチウェイトのハンディキャップを必要とせずにライト級、61.23キロ、でガー・ボンタ、タンク、デイビス、米国、 とと戦うのに十分な大きさであるることを意味するもし井上がデイビスと戦う気になればファンは彼がリング氏のスタッフを含む一部の人と同じように優れているかどうかを見るだろうととんでもない理論を掲げて WBA 世界ライト級王者のデイビスとの対戦を煽った。さらにネリを評価していないので私は井上の最近の勝利に感銘を受けていない。 ファンはスーパーバンタム級からわずか4ポンド上にあるフェザー級で彼と同じようなパワーを持つ多くの才能ある男たちに挑戦する姿を見たいと思っている。井上がフェザー級で自分を試すことに興味を示さなかったという事実は彼が負ける可能性があることを知っているので恐れていることを示唆していると指摘する人もいる。だから彼は安全なスーパーバンタム級に泊まり、 ネリのように過去に倒されたことがあり彼に何の問題も与えない男と戦うことを望んでいると全く的外れな理論でモンスターを批判した。考えてみればこれらの「とんでも理論」が飛び交うのも井上のネリ戦がいかに全米へインパクトを与えたのかを示す証拠だろう。議論が尽くされたリング氏の PFP1 位は堂々たる栄誉だ。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。